カールスルーエにある宗教会本部ムネバーデン福音主義宗教会は、ドイツ福音主義協会加盟する20の福音主義宗教会の一つであり、ライン地域協会会議にも加盟している。他のすべての宗教会と同様に広報人常の社団である。宗教会の本部はカールスルーエにある。特に、この教会は、フランケン地方南部にあるビュルテンベルク地域の住民である。 フランケン人も合わせて、バーデン地方のアレマン系の住民などに信仰者が多い。この宗教会は495の教会共同体、及び1.189942人の教会員を有し、ドイツ福音主義教会に属する福音主義合同教会に加盟している合同教会の一つである。バーデン福音宗教会の主座教会は、カールスルーエにある、 カールスルーエッシュタット教会である。他の重要な教会は、ハイデルベルクにある、ハイデルベルク精霊協会とプフォルツハイムにある、プフォルツハイムセミヒャイル教会である。この宗教会進学研修施設として、バートヘレンアルプ福音主義アカデミーを開設した。さらにこの宗教会の援助によって、フライブルク福音主義短歌大学も設立された。バーデン福音主義宗教会は、 バーデン福音ルター派協会とは異なる存在である。バーデン福音ルター派協会は、フライブルクイム・ブライスガウに本部を置く、コルター派協会であり、自由協会でもある。バーデン福音主義宗教会の管轄地域は、かつてのバーデン大公国の西部地域を含んでおり、1945年から1952年まで、バーデン州であったところである。バーデン州は、 ビュルテンベルク・バーデン州並びに、プロイセン王国の飛び地であった、ビュルテンベルク・ホーエンツォレルン州と1952年4月25日、合併して、バーデン・ビュルテンベルク州になっている。バーデン・福音州協会の管轄地域は、バーデン・ビュルテンベルク州のライン側に隣接する西部側である。後年隣接するビュルテンベルク福音主義州協会と若干の協会変更を行っている。 1973年1月1日の教会管区再編以降、教会管轄地域において、カールスルーエ教会管区とフライブルク教会管区が合同することはなくなった。1556年にバーデンドゥルラ派辺教博は、自分の辺教博領に、マルティンルターの考えによる宗教改革を導入した。後世、バーデンドゥルラ派辺教博領は、バーデン大公国になり、 大公は、両方教会の主張として、世俗と教会権力を統合した。そのため、宗教改革導入以前に力を持っていた、ローマカトリック教会の司教は、すべての権限を失った。隣接していた、バーデン・バーデン返教白領が同様に、宗教改革を導入されたが、返教白領で、アルブレヒト模型が力を持つと、年以降は、 福音主義の礼拝が禁止されてしまった。1610年には、再度、福音主義の説教が一部許容されたが、バーデンバーデン編教博ビルヘルムは、対抗宗教改革の担い手のイエズス会を保護し続けた。その結果、福音主義信徒は居住することが禁止され、1650年に、バーデンバーデン編教博領から姿を消した。福音主義信徒が、 バーデン・バーデンで住めるようになったのは1832年であった。1771年にバーデン・ドゥルラ派辺境白、カール・フリードリヒによって、バーデン・ドゥルラ派辺境白領と、バーデン・バーデン辺境白領は統合された後、バーデン大公国に発展していた。バーデン福音宗教会の管轄地域は、バーデン大公国の領域が元になっている。カール・フリードリヒは、 ナポレオン戦争最中の1803年に先帝国となり、1806年に新生ローマ帝国が解体するとバーデン大公国大公となった。このバーデン大公国は1918年まで存続した。大公国の新領土にはビュルテンベルク王国に近接する地域もあったため、数多くのルター派共同体も加わった。さらに、 改革派教会の強いプファルツ選定公領の地域とローマカトリック教会の強い南バーデンも加わった。1806年以降、カールフリードリヒはルター派教会と改革派教会の主張になった。1817年以降、教会共同体レベルから両教会の統合することが提起された。この西願は考慮され、1821年ルター派と 改革派の両両法協会の合同が行われ、バーデン、対抗国合同福音主義プロテスタント協会が設立された。1817年にプロイセン福音主義協会も設立されている。プロイセン王国において2つの教派ルター派と改革派は、協会行政組織において合同されたにすぎず、地域の協会共同体は、従来の教派の伝統を維持したため、 信仰告白を統一した、教会共同体はわずかに過ぎなかった。従って、プロイセンではルター派の教会共同体はルター派の信仰告白のみを守り、改革派の教会共同体も改革派の信仰告白のみを保持し続けた。他方、バーデンでは、教会行政上だけでなく、信仰面においても合同が図られ、統一された信仰告白を導入した。 バーデン合同両方協会は、幹区長を両方協会の霊的指導者として受け入れ、福音主義高等三次会主事を世俗面の指導者に置いた。1861年9月5日に、教権が制定された。その後、福音主義高等三次会主事の故障が、福音主義高等三次会議長に変更された。第一次世界大戦終結時に、バーデン大公は退位し、 教会主張としての両方教会統治も終わった。1919年12月24日、宗教会は新教権を議決し、幹区長と福音主義高等参事会議長が教会を指導することになった。教会名称はバーデン合同福音主義プロテスタント宗教会に変更された。1933年6月1日に、 新教権が制定されたことによって、議長と管区長の職は廃止され、この二つの職は教習協会監督職に引き継がれている。1945年再び管区長職が導入された。しかしながら、1933年まで存続していた管区長職には戻らなかった。1945年以降、管区長職は単に助言をするだけであり、 指導的職務を持つわけではなかった。バーデン州教会は、基本規則全文にある第二項において、自らを福音主義教会とみなしている。福音主義教会とは聖書において証言されている、神の言葉を唯一の源泉とし、信仰と教えと生活に関する最高の基準とみなすのであり、すべての救いは、恵みとイエスキリストへの信仰において受け取られると、 告白するのである。バーデン州教会は三つの古代教会の信仰告白史と信条、ニカヤ信条、アタナシオス信条によって信仰を明かしする。バーデン州教会は宗教改革の教会としての共通する基本信仰告白としてアウクスブルク信仰告白をとりわけ重要な文書であると認めている。合同協会として改革派のハイデルベルク。 信仰問答トルターの小距離問答も信仰告白として認めているが、教会合同に関する合意文書で、バーデン教会が認めた先例と生産理解とは異なる、それ以前の教派的伝統的生産理解を基本規則から除いている。この信仰告白理解は1821年の教会合同に関する合意文書と1855年に、 規定されたた注釈を関係づけた上ででの見解である全体主義権力による干渉と誤った教えに対して福音の証言である聖書にかなったものとしてバルメン宣言をバーデン福音宗教会は肯定しているバーデン福音宗教会のトップには宗教会監督が置かれる宗教会監督は宗教会総会で選出される宗教会監督の在任期間は 原則的には終身である。しかし、通常宗教会監督は65歳を迎えると引退することになっている。その結果新監督が選出されることになる。宗教会は議会として宗教会総会を開催する。その議員はシンデールと呼ばれ、29の選挙区から選出されるが、ビュルテンベルク福音宗教会のように、 教会共同体の教会員から直接選ばれるわけではない。宗教会総会は年に2度、バートヘレン・アルプにある福音主義アカデミーを会場にして開催される。総会の課題は政治の議会と同様であり、財政、人事等である。宗教会総会の議長が総会の議事を司る。現在の議長は弁護士であるマルギット・フレッケンシュテーンである。バーデン。 バータンベガショスファーアーバッジ、HRSG、イムウフティハー、デベラインズフィアカーチャンジェシクトインデアエファンゲリション、ランデスカーシュインバーデンウントデベラインズフィア、ビュルテンベルキッシュカーチャンジェシクト、BD、1から3、カールスルーエ、フェアル、イヴァンジェル、プレスイバーブ、フィアバーデン、1979から1994。ありがとうございます。